ミラーです。今日はね、久々の水槽の動画になるんですけれども、45センチ水槽がもうすぐ2年経ったのかな、立ち上げから2年経ったんですよ。で、そろそろリセットを考えてはいるんですけれども、その前にね、約2年の間お掃除隊として頑張ってくれたお魚さんたちをご紹介したいと思います。はい、まずはね、ブラックモーリーちゃん。水槽や水草についた糸状藻とか卵藻っていった種類のね、苔を食べてくれます。また以前動画でも紹介したんですけれども、ブラックモーリーはね、油膜を食べてくれる魚なんです。この子のおかげで水面はいつもピカピカです。ただね、餌をたくさんあげてると油膜も苔も食べなくなっちゃうので、餌の量には少し注意が必要です。オトシンネグロ。オトシンはオトシンクルスとオトシンネグロがいるかと思うんですけれども、うちにいるのはオトシンネグロです。水槽のガラス面や流木、水草についてる苔とね、茶苔を食べてくれるお魚さんです。この子かなり優秀で、一番苔を食べてくれるお魚です。はい、次はサイアミーズフライングフォックス。このお魚さんは茶苔や糸状藻プラスアルファで黒ひげ苔も食べてくれます。ちょっと厄介なね、黒苔も食べてくれるってことで、アクアリストにとってはとても魅力的なお魚だと思います。ただね、最大10センチから12センチ程度と、まあ、割とね、大きくなるんですよ。で、大きくなるにつれ気も強くなってる気がします。あとね、このフライングフォックスは実は3代目なんですけれども、飛び出し事故が多いですね。なので水位を下げて対応しています。以上の3種類がこの水槽のお掃除隊です。特にどの生態がいいっていうのはないんですけれども、どの水槽でも導入しやすいかなって思うのはオトシンネグロです。いい意味で地味な見た目で存在感がないのと、穏やかな性格なので比較的取り入れやすいかなって思います。はい、今回はね、サクッと生態の紹介でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が良かったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやっているので、フォローをどしどしお願い、お待ちしております。それではまたの動画でお会いしましょう。またねー。